おお、いたいた。でーやん。珍しいじゃん。いや、今、気まぐれで、今なんかどういう、インスタにどういう、機能があるのかなと思って。俺はただ電話しただけなんだけど。何なのこれ。何なの知らねえよ。ヒゲすごいね。うん、今役で。え？役で。役でそんなになっちゃったの？そう。そうなんだ。頑張って。お疲れ。元気？まあ、まあまあですね。そうなんだ。何？何やってんの？え？何やってんの？風に吹かれてる。うん。風岩石だな。え？白い雲のようにな。え？大丈夫。大丈夫？うん、大丈夫。俺、タバコやめようと思ってんだけどさ。やめろよ。うん。やめればいいじゃん。ね、これ、ゆうさ、どんぐらいの頻度でインスタライブしてんの？昔は毎日のようにしてたけど、今は全然やってない。久しぶりなんだね。だいぶ久しぶりだと思う。どういう風に、回してるわけ？どういうこと？回す？どういうふうに、どういうふうに回してるの？回す？うん。だから、どういうふうにやってるかってこと？そうそう。普通に、別にその日何か伝えたいことがあったらそれをただ伝えるし。誰かがこうやって見てたりしたらコラボしたり。はいはいはい。質問がこう来るから質問に答えたり、企画やったり。うん、自由で。何でもいい。企画ってどういうやつやんの？ん？別になんか誰かとコラボして、そういうちょっとゲームっぽいことしたり。うん。うん、とか。ゲームって、どういうのやるの？細けえな。いや、いろいろ勉強しないと。いや、だから、それこそお題をもらって、例えば、うん、ファンの方に、見てる人に、はいはいはい。例えば、じゃあこれを、じゃあわかんないけど、早口言葉なら早口言葉でお題もらって、それをやってみるとか、こう、うん、これを言えた方が勝ちとか、わかんない。もう自由に、適当にその時のテンションで、ーテーマで。ああ。替え歌を作ってみるとか。なるほどね。そういうしょうもない感じね。まあ、しょうもないことでしょ。基本インスタライブでやることなんて。あ、そうなの？いや、知らんけど。俺はしょうもないことしかしてない。俺はだいたい夜中に、前は、自粛期間とかは、もう基本、夜中に眠れない人たちがいるかなと思って夜中にやってたんだけど、最近知ったんだけど、眠れない人たちのためにやろうと思ってやってたら、通知が来るらしくて、うん、人によっては。だから起こされちゃう人。そういう設定でね。設定で。だから、俺は、別に誰かを起こしてとか誰かに聞いてほしいっていう意味じゃなくて、まあ起きてる人いたらと思ってこうやったんだけど、やってたんだけど。なるほど。うん。だから気をつけて、そっち時差あるから。なるほどね。今の時間こっちで、こっちで夜なのに乳首とか出したら、こっちで朝の可能性もあるってことだよね。別に乳首は別にかい、まあ別にいいんじゃないの？いやいや、その、いわゆるその夜のテンションで、そうそうそう。乳輪とかを。なんでその、ここにこだわるんや。どこ？いや、ここ。そこ？そ、いや、そこにはこだわってないけど。うん。まあ、だからそういうこと。うん。なるほどね。はい。じゃあ、こっちで、乳輪オークロックでも、そっちでは、
ニューリンオークロックじゃないっていうこともあるわけですね。まあよくわかんないけど、そういうこと。なるほどね。まあでもそっちの方が早いから基本は大丈夫だと思いますけど、うん、あの要は僕が今言いたかったのは、あの夜に、あ、じゃあインスタライブしようと思って夜中起きてる人のためにインスタライブしようと思ってやったつもりが寝てる人を起こしちゃうっていうことがあるから気をつけようって話だったけど、そっちが夜中でもこっちは早いから全然大丈夫だ。朝だね、だ問題は、うん、そっちの朝とか昼が、まあ、こっちは早朝とかだから。まあね、今こっち夜中だからね。12時とか。いや、まあまあ、はい、そう、これは。はい。あ、そうか、何分からだっけ？ 45 分。あ、じゃあ、やります。ごめん、ちょっと私仕事するわ。さよなら。さよなら。ごめん。あ、全然大丈夫です。じゃあねー。じゃあね。まあ